クイーンズマイナスミッドタウントンネルとは、ニューヨーク市にあるハイウェイのトンネル及び、有料道路である。このトンネルは、イースト川の下を横断しており、ロングアイランドのクイーンズ区とマンハッタン区を接続している。オーレシングスタットにより設計され、1940年11月15日に、開通した。このトンネルは合わせて4車線のトンネル2本からなり、長さは6414フィートである。 このトンネルはかつてニューヨーク州道24号線を運んだことがある。設計が開始された時、トンネルの費用増加と1939年万国博覧会に間に合うように完成されないという事実に難色を示したロバート・モーゼスを含む何人かの支援者により橋が強く支持された。特にマンハッタン区長のサミュエル・レビは6車線橋の計画の強力な支援者であった。 ニューヨーク市トンネル公社の理事のウィリアム・フリードマンは代替案を全面的に却下した。かつての料金書キャッシュレス化に伴い2017年に撤去このトンネルはニューヨーク市が所有しトライボローブリッジトンネルオーソリティが運営する。1997年のフィーチャー映画メインブラックではトミーリー・ジョーンズとウィル・スミスが彼らのフォード・リメテッドの車がこのトンネルの天井を 上下逆で走行するシーンで主演した。1981年より、このトンネルは毎年春恒例のリングリングブラザーズバーナムベイリーサーカスアニマルウォークのために、ある人よの数時間だけこのトンネルは自動車が侵入禁止となる。このサーカスがマディソンスクエアガーデンで開園する数日前に、ゾウの更進がこのトンネルからマンハッタンへ入り、34丁目へと、 オリコのアリーナにたどり着くルートで行われる。毎年恒例のこのイベントを楽しみにする人たちがいる一方でサーカスの動物の扱いに抗議する動物保護団体の注目も集めている。フランクリン D ・ルーズベルトこのトンネルを23の急行バス路線が行き来するこれらの路線のうち20路線はこのトンネルを西へ向かう時にのみ使用する。このトンネルを使用するバス路線は BM5。 QM1, QM2, QM3, QM4, QM5, QM6, QM7, QM8, QM10、QM11, QM12, QM15, QM16, QM17, QM18, QM20、QM21, QM24, QM25 や X68 である。BM5, QM7, QM8, QM11, QM25 を除き、これらの路線のすべては西へ向かう時にのみこのトンネルを使用する。2017年により料金の改定とキャッシュレス化に伴う料金書の撤去が行われた。これは、米国のいくつかの州で導入されている e ージー Pass 及び道路上に設けられたカメラによる車のナンバープレート認識が可能にしたものである。通行料はニューヨーク州が提供する。 e g パスの装置を搭載している車両は5.76ドル、それ以外の車両は8.5ドル、バイクは3.5ドルとなっている。ニューヨーク州以外の e g パス搭載車両を呼び、e g パスを搭載していない車両は、道路上に設けられたカメラがナンバープレートを読み取り、所有者宛にメールで請求書が送られてくる。ニューヨークシティブリッジトラフィックボリュームス。 ニューヨークシティデパートメントオブトランスポーテーション、P11、2018年3月16日閲覧。5800万ドルトンネルツークイーンズオープンド。ザ・ニューヨークタイムズ、P1、http コロンスラッシュスラッシュセレクト .nytimes.com スラッシュ GST スラッシュアブストラクト .html? デスイコール会 3081A フック 3C5D177A93C4A8178AD95 回448485回,回92009年10月11日閲覧クイーンズミッドタウントンネル NICROADS.com2010 年8月1日閲覧ブリッジノットトンネル2クイーンズイズルジド the, New York Times, p19,http:/select.nytimes.com/gt/slashabstract.html, ですイコール fb0d15fe3 回 58107a93c1a8178fd85 回428385回92011年4月14日閲覧 バリー、ダン、ザ・マンハッタン・オブ・ビーツ。ザ、ニューヨーク・タイムズ、http コロンスラッシュスラッシュセレクトドット・ n y t、e、i m e s c コムスラッシュ2006スラッシュ03スラッシュ22スラッシュ n は r egion スラッシュ 22about.html2010 年2月21日閲覧。エレファントプロムナードスルークイーンズミッドダウントンネル。 またブリッジズトンネルズ、http コロンスラッシュスラッシュ mta.info スラッシュ mta スラッシュニューススラッシュリリーシズスラッシュ。エージェンシーイコールバント、アンド EN イコール 080314BT2010 年2月21日、閲覧。2017通るインフォメーション。またブリッジズトンネルズ、2017年3月16日、閲覧。クイーンズ、 ミッドタウントンネルトールズ号キャッシュレス。ABC7 ニューヨーク。2018年2月16日。閲覧。シフ、アンドリュー。オートマティックトールズ2。リプレイスゲイツアット QNIC スパンズ。クオモ。NBC ニューヨーク。2016年12月25日。閲覧。WBC。またロールズアウトキャッシュレストールスケジュール4ブリッジズ。トンネルズ。 ABC7 ニューヨーク2016年12月25日閲覧ウィキメディアコモンズにはクイーンズマイナスミッドタウントンネルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。